い、OK。 バックがあるのか。バックの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 バックオーストリアの学校制服は誰なのか。今スタート。スタート10秒前。さあ今スタート。さあ。どうでした。えらいえらいえらい。優勝を勝ってるポップ3台、ヒッターとベロンと勝って、この3台がですね、コンマ5秒を磨いて、ベルト同士で、序盤戦を戦っております。さあ、コッチェルは、燃料のパワーの進みで、すごいのが、6番手で今、両手を行っている感じ。おっと、トップにベロンと、2番手に立って、3番手にヒッターと、おっと、トップ。クロスタッペ、さあ、2、3、4番が譲ってない。さあ、ベロンソが若干スパートを持ったか。さあ、しかし、タッペエスも離されずに出ている。3番手が、さあ、ウォッタップが、ビット前、こう、外に置いたから。さあ、10周が追加したし、大事です。これをベロンソが行くところリード。持ってます。さあ2番手に撮影する。こちらの差が、コンマ5秒に2人計測。3番手にクロスタッペ、4番手にポッチェル、ヒタルド、ウォッタッペ、1年半でヒタルドの2番手に刺さってくれよ。おい、刺さってくれよ。ちょっと今のヘナーリはアーフェルいいっすかな。ドライバーにどうしようもない問題だった今。さあ、ここで、タッツエースがトップ、2番手ベロンソとの差が2秒。さあ、倒したベロンソ。ベロンソがちょっとコースアウトですね。さあ、順位が変わりまして、さあ、地元、ベストブレックのスタッペンが2番手、3番手にウォッタス。ヒタルド、ベロンソ、残ってる。さあ、第1ケースの1位のヒタルドとベロンソが、4番手、5番手と後方に進んでおります。さあ、20周、レース3分の1が経過しまして、トップはタッツエです。2番手はクロスタッチ、こちらから 2.5 秒差。さあ、こっちがですね、ベロンソの目の前、さあ、ベロンソがトップタッツエレスに周回遅れされております。さあ、タッツエレス、さらに4番手のヒタルドもすぐ後ろ。さあ、まもなくピットです。ピット時間に何か変化が起こるのか。さあ、今、ピコッケルがベロンソの前、ベロンソが何人前だ。何やってんの？ピットの、まだな、ピットの。はい、今、ピットオープンです。ベロンソのピットが早かった。ごめんなさい。さあ、ごめん。さあ、今、こっちでは、こっちで。なんか、レッドブルはダブルピットだったのか、なんか。ああ、あった、あった。さあ、順位の整理と、
出動者数が間もなく計測。さあ、ウォッカスが、マオコ、こんなに見えた。さあ、3番手、クロスバッテが近いですね。さあ、1に3番手が出てき。今日は4番手にベロンと5番手にシタロが使っているのが6番手。いや、1になってます。さあ、ベロンともですね、ほんまに離れて。トップ射程ですから4番手ベロンとまでが 2.3 秒差。さあ、今、ウォッタス、クロスタッテン。この2人が、あんまりやり合うと、トップの射程すら見えてくる。さあ、残り20周。さあ、今、トップ2番目、3番手。で、若干で4番手と。で、4番手も、ベロンコとシナロの約2秒差。さあ、今、勝手に若干ペースを上げたのか、2番手との差をですね、約1秒で広げました。さあ、ピコッテルは前に行きたいが、前は2番手、3番手争い。さあ、今若干が終わった。さあ、今ですね、男性とか若干逃げてると話すことです。とりあえず、一番1秒差をキープしつつ、突破の声が始まります。2番が白いって言いますけど、2番が終わったんですね、白い。ウィリアムズの終わった。さあ、ここっていうのが、しかし、ベロンとか2秒目つったのにな。